欲しいとか言いながらも容赦ない攻撃をするよ、私は。あ、この先？いや、花園じゃない。海岸に出た。こっち側に行ったら多分花園ってことやね。あの看板の向こう側。こっちこっち。お、すげえ。ポリの花園。ん、誰かおるよ、なんか。あれは？大ノーズと普通のトレーナー？お、野生のチュリネ。すごいね、なんか周り。何あれ？藤の花かなんか。わからんけど、超綺麗。わからんけど。ほら、なんか誰かおるよ。おほん。おっさんやん。大ノーズったら、怪我した私を町まで運んでくれたの。おー、いい子やね。あ、これ何？花の蜜やない？あゆなは紫の蜜を見つけた。ってことは、この辺にも踊り鳥の違うバージョンがおるってことや。おー、見たいね、見たいね。ほら、紫の蜜。イエーイ。いっぱい手に入るよ。あ、あそこには地軽でもあるけど、こっちから行けない。よし。こっち？あ、あ、ジガルテのとこにはたどり着けんかった。まあ、あと、帰りしってことかな。エンドケーブ、お、エンドケーブの向こう側って言ったよね。ってことは、ここを抜けていけばよろしいということか。バンバドロダッシュで行くよ。早速。一歩踏み出したところで。野生のゴルバットが飛び出してきた。洞窟の中はどこもそういうのしかおらんのかな。さあ、行くよ行くよ。何この柱、超邪魔なんですけど。こっちの方向で合っとるかな。あ、出口もう違うし。あ、あそこに。ちょ、待って、降りたい。よし。PP エイダーを見つけた。こっちの方向じゃなかったね。ということで、ほい、もう一回バンバドロダッシュに乗って、ああ、アクを下に進んでいこうか。ここを下の方向に行ったら、あ、なんかトレーナーおるよ。ごめんね、びっくりした？素の顔はバックパッカー。じゃあ裏の顔は？素の顔じゃない、表の顔。バックパッカーのマリアが勝負を仕掛けてきた。裏の顔は何？ポケモントレーナーってこと？あ、かわいい！何あれ、超かわいいんですけど。エモンがやって。いいな、超かわいい。欲しいんやけど、私、あの子。破壊光線。欲しいとか言いながらも容赦ない攻撃をするよ、私は。よし、オッケー。あれ、超かわいいやん。でもパチリスとかも同じような顔してるよね。あなた強いから、金星を奪えなかったな。金星って。お宝を探しているトレジャーハンターよ。ここいら一体匂うわ。お宝の匂いがプンプン。なるほど、トレジャーハンター。へえ。この辺とか壊したら向こう側行けそうやね。まあでもそれはまた、別の時かな。さあ、出口は一体どこに？不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。あ、これ出口？もしかして。ジーナさんからの通信だろ。セルとコアの回収率が 50% を超えましたわね。あなたの地道な努力がどんな姿に結実するか。裏々の16番道路のエーテルベースで確かめなさい。確信は目の前かも。ボンヌシャンス。確かに気になるけん、一回行ってみんとね。いやー、入ろうとしたのに。はい、またゴルバット。本当にゴルバットしかおらん。お、ここっぽいね、音楽が。一旦降りようか。降りて、この辺のどっかにおるってことやろ？え、この辺うろつきよったらいいんかな？不思議な生き物が地軽でキューブに吸い込まれた。別に草むらとかじゃないとねんとかいうことじゃないね。お、来た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 。一匹って言ったよね。あっという間やん。え、なんか超強そうなんですけど。何こいつ、ロボット？うわ、しかも攻撃が上がるオーラやん。待って待って待って。レベルは ?70。結構やねん。とりあえずカビゴン行こう、カビゴン。さあ行け、カビゴン。超強そうやん、あれ。ヘビーボンバーも技まで強そう。あー、避けてー。いや、避けんでも全然余裕やけど。行けよ、カビゴン。手加減。あ、でも全然やね。うんうん、大丈夫、大丈夫。強そうやけど全然手加減2回分ぐらいでいける。あ、もう1回か。3回分。お、なんか混乱したよ。疲れ果てて混乱した。大丈夫か？とりあえずこっち、満タンの薬使っとこう。やっぱ攻撃自体はだいぶ強いけんね、向こうも。はい、回復。自分を攻撃とかやめてよ。ねえ、またしてもここで自爆行為をするポケモンになったらちょっと大変やけん。カビゴン手加減。向こうちょっと混乱治ってくれんかな。ダメ、絶対ダメやけん。大丈夫？いや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 。倒れましたけど。手加減した意味。姿を見失ったがまだ気配は残っている。出ておいで。はてなはてな、出ておいで。なんやったっけ、グラトニー。あ、来た来た来た。あれやん、なんか。そうそう、あれ途中で言うのやめとったっけ。ハガレンのね。ハガレンにもグラトニーが出てくるやん。なんかハガレンに出てくるウロボロスのやつらってさ、みんななんか人間の欲を英語で言った名前やろ。あ、違う違う。ちゃんとカビゴンにせんと。で、その中の暴食がグラトニーやったよね。色欲がエンビーとか。エンビー違うわ、ラストやわ。え、手加減。ラストって色欲やったっけ？今すんげえどうでもいい方向に話が広がっていきよるけど。これは一旦回復した方がいいかな。お願いやけん、その技を出しすぎて、混乱するのだけはマジでやめてよ。マジでやめてよ。こっちがさ、一生懸命こう手加減して捕まえようとしようんやけん。暴れるなって。あ、ほら混乱した。とりあえずもう一回手加減でボール投げてみる？一応混乱もしとることやし、相手いけるかな。ああ、でもちょうどいいかな。赤くなった赤くなった。ほい、それじゃあウルトラボールいくよ。ゴー。さあ捕まってくれ。暴れるなよ。ああ、もう普通に出てきた。もう一回ぐらい自分を。ああ、それで。もう混乱解けていいよ。よし、ウルトラボール。さあ、捕まってくれ。やっぱり最後のビーストって寄ったけん。ああ。手こずるかなとは思うけど。大丈夫？ああ、ダメやん。ちょっと。こいつ、暴れるやらしちゃいかんね。ほらほら。なんか勝手に自爆していくんやけど困る。困る。出ておいで。何この場所。特に何もないんか。あ、来た来た。こいつしか出てこんのかな、この場所。ね、他にポケモン一切出てこんけど。よし、今度こそ。攻撃をぐーんと上げた上での自分への攻撃やけんね。最悪やん。よし、カビゴン。いけ、カビゴン。そしていつも通り手加減で。そう、もうあれよ。暴れる以外の攻撃にして、ヘビーボンバーなら全然バンバン出してくれていいけん。ファビゴン手加減。暴れないで暴れないで。ちょっと一旦回復。満タンの薬もちょっとだいぶ少なくなってきたね。やべえ。今回こそ捕まえたい。もうヘビーボンバーだけにしといて、ちょっと。これ2、3回暴れたら混乱するやろ。あー大丈夫。今んとこまだ大丈夫。押し手加減。これでもうギリギリぐらいまで行ってくれたらいいんやけど。あー混乱した。とりあえずもうこっからはじりじりとウルトラボールで。いけ。さあおいで。あー出てきた。どう自分に攻撃する？いや大丈夫。とりあえずまだ大丈夫。あカビゴンがやられる。カビゴンがやられる。満タンの薬。そうね、向こうの攻撃も強いし、自分で自爆されるのも困るし。おっ混乱解けた。混乱解けた。いや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 。混乱戻るの早いって。とりあえずもうひたすらウルトラボール投げていくしかないかな。どうせこれで最後なんやろ。ってことはもうこっからウルトラボール使うこともないしね。さあほら。いやでも自分を攻撃全然せんなったね。でせんなって油断しとったら自分を攻撃しだすんよね。とりあえず一旦手加減しよう。もうあかんけんね。よし、オッケー。あー、カビゴン危ない。あー、危ないな、これ。どうしよう。回復する？回復して、次のターンで自分攻撃されそうで嫌なんよね。でも、1しか残してないけんって、一発で捕まえれると限らんけん。あー、お願い。こっちに攻撃。オッケー、オッケー。そうそう、その調子。その調子で正気を保って。いや、混乱しとるっていうけん、正気は保ってないんやろうけど。いくよ。さあ次こそ。もう体力1で混乱までしとるんやけん捕まって。来い。あー。ほんとあとちょっとやったのに押しすぎよ。混乱解けた解けた。またそれ混乱するんじゃない？お、大丈夫。さあ次こそ。来い。混乱は解けたみたいやけどさ。ちょっとああ。いやだってこれ以上減らせれんって。ああやばいよやばいよ。これはもうこの繰り返しになるよね。もうあと3つしかないよ満タンの薬。この子いろんな意味でてこするんだけど。ああダメ。マジか。アホすぎるんじゃない？ちょっと。眠らせれたりとかしたらいいんやけどね。でもそういう技を持っとる子多分おらんか。てかそういう技を持っとる子多分弱いけんさ、出したら一発とかでやられそうなんよね。やけん。まあ、ルナーラ、アシレーヌ、カビゴンあたりで、じゃないと多分無理やと思うよね。ルナーラでもちょっとギリギリかなって感じするけど、レベル的に10ぐらいしか変わらんやんか。ダメやね。ちょ待って、他になんか良さげな眠らせれるやつとかおらんの？あ、催眠術持ってるやん、電磁目。ちょっと一旦出してみる。一旦出して、ちょっと催眠術をする前にやられそうな気もするけど。ね、こっちの方がレベル下やし。あー、やべえやべえ。あ、大丈夫？とりあえず耐えた。とりあえず耐えたよ。あ、くそ。当たらねえ。全く当たらねえ。ごめんね、電磁目。うわ、特攻さらに上がったんすけど。次アッシレーヌとか別にないよね。フェローチェも新種やし、瀕死。言えてなかったかもしれん。ちょっと待って、じゃあカビゴンで行くしかないか、やっぱり。混乱しないでくれたらいいんやけど。難しい。暴れないでくれたらね。手加減。もうカビゴンに頑張ってもらうしかないよ。もう一回手加減。よし。この辺からかな。ほらほらほら。はい、この辺からちょっと粘ろう。でもなんかあっという間にボールなくなりそうで怖いね、これ。さあ、おいで。おいで。あ、おっしゃ、来た。あー、よかった。捕まえた、捕まえた。はあ。やっとやん。悪事キングのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。悪事キングやってすげえ名前やね。来た来た。いやー苦労したよ。でもなんか仲間になっても役に立たなそう。混乱するもんすぐ。正体不明のポケモンロトよ、早く調べろと。悪事キング、悪事キポケモン、危険生物ビーストの一種。常に何かを食らっているようだが、なぜかフンは未発見。ロボットだからとかじゃなくて、ロボットと限ってないかもしれんけど。でもなんか機械っぽいやん。すべての UB の捕獲に成功。ハンサムに報告に行こう。ふぅ、やっと。え、ってことでこれでもうあと帰ればいいわけやけど。あ、こっから飛べる？もしかして。飛べねえ。飛べね。一旦外に出んといかんのか。よし、外だ、外だ。よし、こっから出れるやろ、もう。はい、旅立ちます、私。海の民の村。出発。はい、到着。さあ、ハンサムさん、ハンサムさん、やり遂げたよ、私。ようやく最後の、ここやっけ。最後のやつ捕まえたよ。なかなか乗れない。さて、何かあったか？それとも情報が必要か？UBを捕まえた。素晴らしい。やったじゃないか。すぐにボスを呼び戻そう。ふぅ。ボスは無事？お、元気そうやね。保護した UB にデータを、本部とビッケさんに転送完了しました。本当にお疲れ様でした、アイナさん。グラトニーこと悪事キングの謎も解明されるはずです。終わったな、ボス。ええ。これで全ての UB の保護を完了しましたね。本当にお疲れ様でした、アイナさん。それにハンサムさん。いや、私は二人のバックアップをしていただけ。全てボスとアイナ君のお手柄じゃないか。すべての任務完了を祝って、私がごちそうをごちそう。待ってください。どうしたんだ、ボス。感動のエンディングは感動のディナーとともに、最後の任務にエーテルパラダイスに行かなくては。UB の保護が完了したことをビッキさんに報告しましょう。おお、そうだったな。ウルトラボールの礼もせねば。私たちはエーテルパラダイスのビッキさんに報告に向かいます。よければアイナさんもお越しいただけませんか？エーテルパラダイス地下にあるシークレットラボに向かうぞ。アイナくんも来ないか？行きます。ぜひぜひそれは。エーテルパラダイスの地下？シークレットラボね。さて参りましょうか。エーテルパラダイス。はい、出発。到着。ふう、久々のエーテルパラダイス。さあ、それじゃあちょっとシークレットラボの方に向かおうかね。ラボエリア。いつも人めっちゃおるね、なんか。見学に来る人がそんなに多いんかな。シークレットラボ、こっちであっとる？確かこっちの方にビッケさんのおる部屋があったよね。二つ目の扉やったっけ？あ、ここ。多分。おった。お待ちしておりました、アイナさん。お久しぶりです。アイナさん、来てくださったんですね。お、ハンサムさんは？まずは UB 保護完了。本当にお疲れ様でした。財団を代表して、心からお礼を申し上げます。これで先の事件で開いたウルトラホールから現れた UB は、すべて捕獲されたことになります。おー、よかった。いえ、こちらこそ。ウルトラボールの援助は本当に助かりました。あれは財団の負の財産。お役に立ったなら何よりです。お二人には一体何と申し上げてよいのか。ハンサムも、呼び捨て。ええ、そうですね。ハンサムさんにもたくさん助けられました。それにしてもハンサムさん、先に出られたのに遅いですね。ここで落ち合うと言ったのに一体どうしたんでしょうか。先に出たん？なんかあった？って、底辺だ。最後までその口調なんですね。何があった？すまん、癖は治らない。そんなことより大変だ。何？ずいぶん遅かったですし、何かあったのですか？ここに来る途中のこと、皆へのねぎらいにと、うまいと評判のマラサダを買いに、メルメレ島に寄ったんだ。マラサダを買い終えた私は、ふと空を見上げた。すると、アローラの青空に謎の黒い何かが横切った。それは黒いように輝く不思議。まさにあれはシャイニング。そう。あれは UB かもしれない。いや、間違いない。UB だ。まさか、本部からそんな連絡は。安心してください。UB ではないと思います。皆さんの活動と並行して、国際警察と我ら財団、総勢100名で UB を調査していたのです。結果、保護された UB 以外の反応はありませんでした。どうやら安心みたいですね。人騒がせな。そうか。美しく輝くアローラの空に惑わされてるようだ。仕方がありませんよ。皆さん激務でしたでしょうし。それにしましても、ハンサムさん、あなたもお疲れになるですね。まあ確かに少しゆっくりしたいところだ。できますよ。本部から連絡があり、我々に有給が出たのです。おお、有給？つまりはオフだな。いいね。次の連絡があるまで自由にしていいそうです。ね、そのぼやっとした感じ。次の連絡があるまで。この機会にハンサムさんもゆっくりなされてください。私はここに残ってアローラを見て回ります。任務ではなく、少しの間観光を楽しもうと思って。では私もアローラの食を満喫するとしようか。おごってくれるっていう話は？行きたいレストランも食堂もたくさんありすぎるのだ。ことローリングドリーマーという料亭は素晴らしくてな。ローリングドリーマー。やだ、私待ち合わせしてたのです。何？デートか？違いますよ、口なしさんとです。今回とてもお世話になりましたし。そうか、そうだな。ですので、アイナさんに皆さん、私そろそろ行きますね。お、ここで解散ですか。本当にありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。またどこかで。これでもう私との関わりはなくなるということかい。アイナくん、本当にありがとう。ボスが最後まで無事だったのは君の活躍のおかげだ。本部から謝礼があるので受け取ってくれないか。およ。100万円もらったんですけど。では私もそろそろ行くとするよ。メレメレのモーテルにいるから、暇があれば遊びに来てくれ。おー、ぜひ行きます。UB 保護任務完了。アローラは美しく輝く。綺麗に締めたね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。